サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。どうも、こんにちは、弁当です。今日はですね、前回の続きやっていきましょう。古文の基礎講義第2項ということになります。で、ごめんなさい、前回の動画でちょっと編集入れてると思うんです、編集かなんか入れてると思うんですけども、ここごめんなさい。すぐじゃないですね。ここすぐはないです。すぐというのはこれ、紙二段活用のところで、紹介したものなので、ごめんなさい、これはちょっと違いましたね。申し訳ないです。で、たるってのは本当は足りるですよね、現代語ら。で、あくってのは飽きるっていう風になるはずです。で、すぐってのは、まあ、すぎるですよね。受くってのは受けるってなるはずです。で、まあ、悪とかね、ごめんなさい、おゆ、ごめんなさい、くゆとか、こうやってくいるじゃないですか、もともと。あとは、おゆっていうのも、本当はこれ、現代語だと、おいるですよね。あと、むくゆっていうのも、これはまあ、現代語でもあんま出てこないですけど、むくいるっていうのが正解なんです、現代語が。じゃあ、なんでこの古文と現代語で、違う、その、なんやろ、この、違う形をとってるのかってことをお話ししていきます。まあ、まず簡単な例からいくと、紙二段活用と、下二段活用がちょっと簡単なので、お話をしていけたらなというふうに思います。で、まず、どうしようかな。特段紙二段活用が簡単なので、紙二段活用からいきましょう。紙二段活用の動詞ということで、おゆ、くゆ、むくゆをやりましたね。おゆ、くゆ、むくゆってのが、まあ、一応すぐ、すぐもね、すぐってやつも、紙二段活用なんですね。紙二段活用ということになります。で、この子たちが、もともと、どういう、ごめんなさい、この子たちって現代語だと、おいる、くいる、むくいる、すぎるなんですよね。じゃあ、それってなんでそうなってるのかっていうことをお話ししていきますね。これが、おいるになっていて、これが、くいるになっていて、むくいるになっていて、すぎるになっているのか。で、それはなんでかというと、紙二段活用ってのは、現代語では何でしたっけ？中学の時に習った文法では、紙一段活用なわけですよね。だから、ちょっとまどろっこしいですけど、今習ってるのって、昔の文法なんですよ。で、この前まで習ってたやつが、紙一段活用つって、まあ、今の文法なんです。だから、今の文法にしたければ、中学の知識を使います。そうすると、これってね、これっていうのが、紙一段活用ってなるわけです。でね、前回も言いましたけども、おゆ、くゆ、むくゆっていうのはこれ、基本形なんです。終止形なんです。だから、どうすればわかるかというと、そもそも、この、紙二段活用の活用をまず書きます。いる、うれ、いよ。アルファベットが二つ使われてますよね。母音が二つ使われてる。二段使われてるわけです。だから二段活用。紙二段活用。で、紙一段活用、現代語版いくよ。そうするとこれはね、いる、いれ。ここまで見た瞬間に、アルファベット一個しか使ってないでしょ。アルファベット一個しか使ってないんだから、紙一段活用ってなるわけ。で、一応、いろですね。言ったかわかんないですけど、現代語のろうは古文のよですよ。ね。いよってのはいろですね。まあ、しろとせよ。ね。しろだけどせよですよね。はい。というので、未然連用終始。ここが終始形です。基本形です。以上書きましょうか。終始形、イコール基本形っていうふうに僕は紹介しましたよね。うん。ということは、この、おゆとか、ごめんなさいね。おゆ、くゆ、むくゆ、すぐとか、おいる、くいる、むくいる、すぎるってのは全部終始形、基本形なんです。だからさ、おゆ、おゆってのが、お、いるになってるし、くゆってのが、く、いるになってるし、むくゆってのが、むく、いるになってる。当然ですよね。っていう形で、この活用表から逆算して考えれば、おいるは、おゆになるのが当たり前だし。要はその、いるっていう音の響きが、うになっちゃうの。それが古文。いい？もう一回言うよ。現代語のいるっていう響きが、うに変わっちゃうのが古文なんです。だから、お、いるだったら、お、ゆになるし、むく、いるだったら、ごめんなさい。ごめんなさい。くいるだったらくゆになるし。むくいるだったらむくゆになるし。すぎるだったらすぐになるです。っていうポイントがありますね。で、ちょっと細かい説明はしょりますけれども、同様の理由で、うくというのが現代語では、受けるになってるんです。これも同じね。蹴るという響きが、くになってるから。で、これはなんでかというと、受けるってのが、現代語では、下一段活用なんですよ。現代語では下一段活用。なんだけど、古文の古語では、下二段活用ですよね。ごめんなさい、下二段活用なんです。これ下二段で下二段でしょ。だから、うーく、蹴るっていう響きがうになる。得るっていう響きがうになる。ってことで、まあ、大体同じような理由でなってます。でね、この、たると悪に関してはちょっと違うんですよ。というのはね、たるとか悪って、まるまる図の形にしたときに、たらずとか、あかずってなるでしょ。なんとなくわかるよね。たらずと赤ずってなるでしょ。
丸々図の形にしたときに、でもこっちタルをじゃあ丸1番、アクを丸2番とすると、丸1番のタールってやつは、足らずってなんでしょ？じゃあ現代語は青で書きますね。現代語は足りるなわけじゃないですか。足りるなわけじゃないですか。で、足りるってのは、これ、足りないになるわけね。この時点で、足らずって来てるから、ごめんなさい、余談活用なんだーって判断できる一方で、足りないなんだから、中学の知識使おうね。ないの後ろが、ないの前が、これ、いなんだから、上一段活用ってなってるわけじゃん。さっきのロジックで言えば、4段活用か5段活用になってるわけだから、5段活用になってるのが筋じゃないですか。さっきの話ね、さっきはだって、下2段活用が下1段活用に変化したとか、進化したとか、上2段活用が上1段活用に進化したっていうのは、これ当然じゃないですか。だって同じようなもんやもんね。だから、4段活用は5段活用になるのが、至極当然というか。一応、足らないっていう表現も合ってるんですよ。合ってるんだけど、足りないとも言うじゃないですか。その時点で、上一段活用にもなれるんです。本当は足らないでも正解ね。足らないでも正解なんだけど、足りないって言いがち。ね。じゃあ、悪はどう？悪ってのは、古文で言うと、あかずってなるわけじゃん。で、現代語で言うとどうなりますか？これは。現代語の基本形は、あきるなわけですが、ないをつけると、あきないじゃないですか。で、やっぱり、あかずっていう風に来た場合は、これ余談活用ですね。あで終わってるんだから。あで終わってるから余談。こっちから見てみよう。いで終わってんだから上一段。という形で変な変化をしちゃってるんだ。変な変化をしちゃってる。だからこれはどっかで、多分、間違って使われ始めたんでしょうね。どっかのタイミングで、多分江戸時代ぐらいです。少なくともこっち、タルの方は江戸時代ぐらいに間違えて使われ始めました。で、間違って使われ始めたら、もうみんなね、間違って使い始めるんですよ。雰囲気を雰囲気っていう風に言っちゃったりするじゃないですか。で、そういうのって、ずっとそれまま続きます。いい例がね。これ、新たなっていう風に言うでしょ？新たなって。ね。で、多分ね、だからね、新たなっていうので、新たしとも言うわけよ。でも実際僕だって、新たしじゃなくて、新しいって言いますよね。いい？ちゃんと説明するね。本当は新たしいが正解だったんです、昔は。なんだけど、いつの間にか新しいが正解になっちゃったの。なんでかっていうと、新たしいより新しいの方が言いやすいから、単純に。こういうの、音韻転換って、音韻転換っていうの。音がひっくり返っちゃうやつ。っていう状況が起きるのと同様に、もう昔の文法ってね、ちょっと変わっちゃうことがあるんです。あ、こんなの覚えなくていいですからね。っていうのがあるので、一応、まあ、そういう意味で、4段活用、上2段活用っていうのはバグってるんですよ、というのは、なんとなく知っておくとおもろいかもしれないですね。正直その古文、漢文、いるいらないの議論あると思うんですよ。で、はっきり言って、古文やる暇あったら別の勉強した方がいいです。なんですけど、まあ、そんなこと言うとだって文部科学省がやれっていうふうに言ってるんだったら、じゃあ、やれっていうふうに言われたからには、楽しみましょうっていうのが僕のポリシーなので、まあ、せめてと思って楽しめるようなコンテンツをね、用意していきました。で、じゃあ次ですね。まあ、前回までで4段活用と、下2段活用と、上2段活用までやりましたね。で、今度はですね、実は古文にも、上1段活用、下1段活用が残ってるよって話です。いいでしょうか？ということで、今までやった内容です。今までやった内容といたしましては、今までやった内容といたしましては、まず、何やりました？上二段活用を最初にやったんでしたね。で、それで下辺をやりました。下行変格活用。で、次に左辺、左行変格活用をやって、で、な行変格活用、な辺。で、5番目で、ら辺をやりましたね。ら行変格活用。ありよりはびりいまそかりひ。で、6番で余談活用を行いまして、7番で、下2段活用をやったわけです。で、新メンバーがあと2人いらっしゃいまして、それが上1段活用ってやつと、下1段活用ってやつになります。この形を今日は覚えていきましょう。で、上1段活用は、覚え方があります。やっていきましょうか。上1段活用は、君にいい日って覚えてください。君にいい日って。君にいい日って覚えてください。君にいい日。で、いい？これなんでしょう？これ、見たことあります？見たことない人も多いと思います。で、これはね、和行です。あいうえを書き句を指す何々の和行です。和行が、これ実は昔は、和、い、う、え、おだったんですね。
わ、い、う、え、お。いい？で、まあ、本場の発音はね、本場の発音というか、今の発音、今その国語の授業で教えられてる発音は、わ、い、う、え、おなんですよ。なんですけど、もともと和行の文字なんだってことを考えれば、覚え方としてはですよ。本当は間違ってるけど、覚え方としては、わ、we, we, we, をって覚えた方がきっと覚えやすいよ。だから、本当の覚え方、この赤い方、わ、い、う、え、おってのは納得してほしい。ね。we とか wo とかって発音、現代語にないからね。wo ってのは方言だからね。で、だから、おが正解ですよ。で、わ、we, we, we, wo ってのは覚え方に過ぎないというところなんですが、こういうのを君に、い、い、ひとかって覚えてたら、もうどの文字がどの文字かわかんないでしょ。そういう場合は、君に、い、い、ひって覚えてもらった方がいいですよ。君にいびひ。君にいびひって覚えて。で、君にいびひって書いたら、この子の隣に全部るをくっつけます。きる、みる、にる、いる、ウィル、ひる。っていう風にやったら、これらが全部上一段活用になります。一応漢字も当てときますね。きる、みる。で、にるっていうのはこれ、似ているのにると、料理のにるですね。あとこれ、いるっていうのは、これです。このいはね、これもややこしいんですよ。このいってね、あ行のいじゃないの。いい？あ行のいじゃなかったら他何がありますか？や行ですね。や、い、ゆ、え、よ。や行で使い回されてるんですよ。で、ここのいを取ってきてね、実はこのいって、や行ね。や行ね。やをいるからや行っていう風に言ってるらしいですけど、ほんまかいなって感じですけどね。まあ、覚えにくい人は、これ、や、い、ゆ、え、よ、よって覚えればいいんで、や、い、ゆ、え、よって覚えればいいんで、いるって覚えてください。あえて。いる。いる。で、日本人ね、このいって発音できません。だからぎと、ぎとひといの中間ぐらい。ぎとひといの中間ぐらいで、いるって覚えてください。いる。ちなみにね、だから英語も、これ耳って意味じゃん。これ年って意味じゃん。発音違うの知ってます？ ear、year。発音違うんですよ。こっち ear、こっち year。だから、ここに gear っていうのをくっつけると、この発、こんな単語あるかどうかわかりませんけど、ear、year、gear なんですよ。ear と gear の中間。ear、gear、year、year です。っていうのを、で、gear っていうふうに覚えてください。で、次に we っていうのは、これはね、引きいるの will と、will があります。will、will、will。どっちも will です。引率の、まあ、卒と、まあ、ここにおらせてくださいの、いいですね。で、ヒルは、これと、だから、干すやつと、乾燥のやつですね。どっちでも OK です。乾燥の乾か、干すやつ。よろしいですか？っていう感じになります。で、肝心の活用はと言いますと、未然連用終始連体、以前、命令でしたね。い、い、いる、いる、いれ、いよってのが、活用になります。だからね、切るだったら、き、き、切る、切る、切れ、きよってなるし、見るだったら、み、み、みる、みる、みれ、みよってなるから。見るだったら、に、に、みる、みる、みれ、みよね。いるだったら、い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 る、いる、いれ、いよ。で、ウィルだったら、ウィー、ウィー、ウィル、ウィル、ウィレ、ウィヨ。もう一回よ。本当の発音は、いるね。こっちもいるね。本当の発音はいるね。なんだけど、覚え方としている。will って覚えたい。いいいいいる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 。will will 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 will。で、ひね。ひひひるひるひれひよ。覚えましたか？っていう形で、これが上一段活用になります。で、もう消しちゃいますよ。覚えましたか？ひるみるにるいるwill ひる。ね。君にいびひって覚えてください。じゃあいい？下一段活用でラストです。ごめんなさい。ちょっと画質が悪くなっているということは分かってるんですけれども、もうどうしてもちょっと容量が足りないです。で、ちょっとパソコンがもう本当にもうガタが来ておりますので、これだけやらせてください。下一段活用です。で、なんでこんな雑な動画でやってるかというと、下一段活用は非常に簡単なんです。下一段活用は、一語だけです。蹴るの一語だけ覚えてください。で、蹴るというやつだけ下一段活用になります。で、なので、下一段活用の活用自体はどうなりますかというと、え、え、える、える、えれ、えよっていう風になります。え、え、える、える、えれ、えよってなります。まあ、なので、けるだからさ、け、け、けるけるけれけよってなるわけじゃん。け、け、けるけるけれけよってなるわけじゃないですか。よろしいですかね。け、け、けるけるけれけよっていう風になるのが下一段活用になります。ごめんなさい、一番最後ちょっと画質がガチガチになって申し訳ないんですけれども、とりあえず復習ですね。上2段、下辺、左辺、那辺、4段。で、下2段、上1段、下1段っていう形でやっていきました。
よろしいですかね。ということで、ここまでやってきたので、なんとなく、見えてこれたんじゃないかなというふうに思います。じゃあ、あとはですね、大切なことは、下二段活用ですね。下二段活用で覚えておかないといけないものがたくさんあります。それが、ルーラル、スーサス、シム、つってのを覚えないといけないです。全部、助動詞です。いいですか？全部助動詞なんです。なんだけど、このルーラル、スーサス、シム、つってのが下二段ってことを覚えておかないといけない。で、下二段ってどんなんでしたっけ？それも押さえておきますよ。今ね。下二段は、う、うる、うれ、えよでしたね。う、うる、うれよ。ちょっと似てますだから。まあ、違うのはね、この途中3つだけですね。上1段と下2段って、まあ、似てますよね。で、どうなるかっていうと、う、うる、うれ、えよなんだから、るだったら、れ、れ、る、る、る、れ、れよ。らるだったら、ら、れ、ら、れ、らる。らる、る、ら、る、れ、られよってなるし。すだったら、せ、せ、す、する、すれ、せよ。さすだったら、させ、させ、さす、さする、さすれ、させよってなる。しむだったら、しめ、しめ、しむ、しむる、しむれ、しめよ。つだったら、てーてー、つーつる、つれてよ。覚えにくい人は、てーてー、つーつる、つれてよって覚えてもいいよ。もしくは、てーてー、つーつる、つれてよって覚えてもいい。てーてー、つーつる、つれてよ。か、てーてー、つーつる、つれてよ。まあ、打造に行くならば、てーてー、つーつる、つれてよって形で覚えてください。で、そういうのが下二段型活用なんですよ。で、全部助動詞です。まあ、この辺を覚えていただければ、後々の学習がスムーズにいくかなというふうには思いますので、覚えておくようにしてください。それじゃあ、とりあえず動詞のお話はこれで以上です。じゃあ、ありがとうございました。バイバイ。